まずススタターートトですスタート1番の佐藤慎太郎選手も出たんですけどね稲毛選手、6番早かったですね稲毛選手が前を取りましたので神田選手との連係です、6番、3番が前段ですね、そしてその後ろには1番の佐藤選手がついてますのでね犬伏選手ラインですよね、今日は5番、1番、4番の連係です、犬伏選手に佐藤慎太郎選手、大槻宏典選手ですね、5番、1番、4番が三者のラインですね。 そしてその後ろには長島選手に武藤選手の連係です、2番、9番です関東勢ですね、そして最後方には8番、7番青野選手に小原選手、ここは神奈川の両者ですね、このような形でレースがスタートしましたなんといってもこのレース注目されるのは、犬伏選手に佐藤慎太郎選手がつくというところでこのメンバーで佐藤選手がしっかりとついていけるのか。 そうではなく少し、ね、遅れを取ってしまうのかその辺が注目ですよね。 やはり佐藤慎太郎選手もこうやって見てますと、乗車ホームも少しセッティングも変えてきてますよね、進化しながら戦っている姿に,本当に感銘を受けますよね、いくつになっても研究する気持ちがある慎太郎選手、なんとかついていってもらいたかったんですけどね、最初の方は非常にホームでかましていった時には非常に追走感うまい追走してたんですけども、もやはり波がありますとね、ねやはりその辺が厳しくなってきたのかなというところですよね。 ですけども追走、えー、技術、えー、しっかりとね基本、内々に走ってますので、えー、うまかったなというところなんですけどもあとは2番の 長嶋選手ですよね長嶋選手少し足を使わされた感がありますよねなので犬節選手が抑えて青の選手が叩きに行った時にもう少し早い対応を取っていれば足も少し溜まっていたのかなと思いますよね残り2周の赤番です後方から青の選手が抑えに来たんですけども結構勢いをつけてきたんですよねここで長嶋選手がね少し遅れを取った形なんですけども逆に稲毛選手が3 番手すんなり入りましたのでね、えー、ここは、えー、稲毛選手も前々のレースができたと思います。青野選手やはり、えー 犬毛選手相手ですので全開でね指導権を取りに行きましたけども最終ホーム手前から犬毛選手がかましにいきましたね佐藤慎太郎選手もうまく吸い込まれるようにねついていったんですけどもここね犬毛選手が外外回っているときに稲毛選手が打ちに行きましたのでねここで外に膨らむ形になってしまって遅れを少し取ってしまったのかなというところですよね稲毛選手が非常に前々のうまいレースをしましたねこここは犬渕選手がゴール前にまた踏み返すところを 後ろから武藤選手も突っ込んできたんですけども、まあ、ここは5番、6番、9番、犬伏選手、稲毛選手、武藤選手という形でゴール決着いたしました第11レースでした。